ターズ163センチ53キロ世界に轟くスターダムのアイコン岩谷マーク。2023年今年のシンデレラトーナメント1回戦敗退、まあ普通に考えて悔しすぎる結果、まあでも仕方ない、まあ仕方ないって言い聞かせるしかない、自分は IWGP の女子王座、もう挑戦する覚悟、必ず自分がベルトのチャンピオンになるっていう覚悟を持って挑戦表明させてもらいました。 4.8 両国大会でメレス
モネ、安住、葉月のスリーウェイがやっとちゃんと決定したみたいですけども、自分は誰でもいい、まあ欲を言えばスーパースターであるメレス、欲を言えば欲を言えばね、モネと試合がやりたいですよ。そりゃ相手がスーパースター、絶対負けられない、初代を落として、でもすぐに挑戦表明、これはまあ早いだろっていう人もいるかもしれないですけども、本当にこの数年で心から欲しいって思えるベルトができました、 IWGP。 その IWGP のチャンピオンになるために、相手はもう誰でもいいです、よく言えばですけど誰でもいい、誰の挑戦でも受けるじゃないですね、私が挑戦するんで、誰が王者でも覚悟を持って、自分の覚悟を全力でぶつけていける、うん、まあ3人とも強いだろうから、まあモネが来ればいいなって思ってます。でも誰が来るか分かんない 4.8 の両国大会、自分はセコンドとして偵察がてらしっかり会場で見届けた上で、もう一回再度挑戦表明したいと思います。ありがとうございました。プロレスリングスターダム 4.15 シンデレラトーナメント優勝決定戦、栄光を争う輝きのストーリー、主役の座を勝ち取るのは宇宙一きらめくスターダム。次世代のスターを発掘するシンデレラオーディション2023の開催が決定。スターダムのリングで輝きたい新人を大募集いたします。応募資格、応募方法などをご確認の上、ふるってご応募ください。詳細はスターダム公式ホームページをチェック。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。月額920円でスターダムが見放題、公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん、スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。